おっす、真夜中ね、頭いかっちゃってるぞ TV、 毎日母さんのお時間がやってまいりました。昨日ね、滋賀県の、琵琶湖あたりにね、釣りに行ってきました。いや、ちゃうわ、釣りちゃうわ、弟子のね、セコンドに行ってきました。間違えました、失礼しました。琵琶湖のね、昔今のやってんのかな、松井八分にね、琵琶湖杯っていうのがありまして、琵琶湖杯、奈良大仏杯みたいな感じでね、琵琶湖杯っていうのが、あれはね、もうちょっと琵琶湖大橋ぐらいのとこで、琵琶湖寄りやったんですよね。そこや思ってたんですよ。ほんで行く前々日ぐらいにね、地図見たら全然ちゃうかったという、はい、もうちょっと岐阜県寄りっていうかな、八日市の方かな、あっち方面やったんでびっくりしましたけど、はい。ほんでちょっと遠いんでね、遠くはないんやけど、ちょうどええ感じなんで車中泊しようかな思ってね、思っとったんですよ。ほんで、まあ、車中泊で心配なのはトイレですよ、トイレね、トイレなんで、トイレがないんかあるんか分からへんので、地図を見たんですよね、地図を、上から見る地図ね、写真のやつ見たんですけども、どうもトイレらしきもんがいっぱいあるんだけど、ちょっと分からないということで、で結局ちょっと寒なったんでやめようかなと思っとって、夜、土曜日のね、夜10時まで僕らここ道場やってたんで、そっから行ってももう車中泊行っても何がしたかったか、釣りしたかったんですよね。ナマズ釣りが今いい感じなんで、ほんでその辺見たら越川っていうね、愛知川っていう川があって、あの近くやったら用水路とか流れてるんで、どっか行けるんかなと思って見てたら、でも寒いしやめとこうかと思って、ほんでバイク買ったんで、川崎のね、バルカンハーゲーダビッドソン買ったんで、まあ、それで行きたいなと思いながら、どっちにしようかなと思ってね、夜はバイクさすがにね、行っても車中泊バイクで寝れないし、テント張るわけにいかんしやね。ほんで結局やめて、ほんで夜にちょっとしたことで玉木塾長にね、昇進塾のね、明日の主催者に、冗談ひざ切りありですか言うて確認して、まあそれはなしですよ、あ、そうですか言うて、車中泊やっぱりできましたよって言われて、言うて、もうその時もう12時ぐらいやったんで夜すんませんでした。はい、結局もう断念して一生懸命寝てね、朝7時前に起きて、結局ハーゲーダビッドソンで行くようにしました。はい、行って、まあね、バイクで行ってスーツ着替えなあかんので、向こうで着いて、ちょっと小屋の横でバイク止めて、皆さんがこうずっとね、受付並んでる間の横で僕ね、バイクの横で着替えてましたスーツに着替えて、ライダージャケットからね、スーツに着替えて、そのままね、入ってきました。ライダージャケットで入っていったらいいのにね、あ、ライダージャケットで入っていった人もいましたよ、他の先生で、はい、僕の横にね、本物のハーレー、僕のハーゲーダビッドソンの横にね、ハーレー止めてた人がおるんですよ。その人はね、革ジャンの上下でね、本部席座ってましたよ。それありやってんな、俺もちゃんとしてなあかん思ってね、ちゃんとスーツ持って行ってね、来ましたよ、ほんまに。俺も今度からライダースーツで前座っとこうかな思ってね、昨日ね、まあうちもね、入賞させていただきまして、はい、3名4名、支部、大東支部金田先生とかのね、野崎道場の子が一人優勝したんかな、女の子ね。ほんでうちのあるちゃんとるいちゃんがね、まあ、優勝して、一心がね3位です。聞いてくれる、谷口くんやな、谷口くんやな、精神科医のあの子が、あんま勝たせてくれへんというか、ほんまにもう体重がね、もうそろそろ別れる時期なんですって。はい、一心が一個もリベンジできへんでね、昨日もね、負けちゃいました。はい、昨日はね、俺もセコンド入ってね、暴言吐いたらあかんので、一生懸命ね、頑張って、いいぞ、言うて、いいぞ、一心とか言いながら、いいとか言ってたんですけど、ないんですけども、結構ね、聞いたとか言ってしまったらあかんので、まあ三振でね、三振の審判で、一本ずつ旗割れたんですよ。実は、はい。で、まあ、主審の方がね、向こうを上げちゃったんで、まあ、負けちゃったんですけども、まあ、僕としてはもう言い訳じゃないけども、良かったんじゃないかなと。はい。結構、谷口君にね、あこまでできるって言ったら、もう谷口君を尊敬してるんですよ、私は。はい。あの子ね、あの子もそうやし、村上君ってもう一つ下の子でしょ。あの子もうち全然勝たれへんねんけども、あの子に語れへんけど、あの子らね、
一般の上級のなんか戦い方に近いんですよ。どっちかといえば、はい、一般のもう言うたら軽量級ぐらいの戦い方、もう要はベテラン的な戦い方してますね。普通にあの一般行っても勝てるんじゃないかなとか思ったりするんだけど、あといい子なんでね、ほんで喋ってもね、お父さんもね、いい方で、はい、お世話になりました。今度は勝つぞ言うて昨日帰ってきてんけど、体重が分かれるそうなんで、何を思ってんけど、ほんで一心体重増やせ言うて言ったけどね。はい、そういうことです。この前ね、一心、うちの一心ね、リベンジ果たした子がおったんですよ。はい、桜塾のエースね、エースでしょうね。あの子にも、その子にも6回か、5回か6回ぐらい勝負して、してたんですけど勝たれんかったらしいんですよ。はい、ほんでらしいんですよって一言みたいに言うけど、でこの前僕は高槻の大会でセコンド入った時に武神の大会だと思うんですけど、あの時に勝ったんですよね、勝たせていただいたんですけど、ほんでリベンジ果たしよったんですよ。すごいなー思って、ほんで今度は準決勝で谷口君と当たって、よし今日も行くぞと思ってね、引き立た続けに行くぞ、リベンジ狩りやぞ、リベンジ狩りちゃおうリベンジやぞ言うて、はい、優勝者狩りやぞみたいな感じで言ってんけど、あ、今回はダメでした。でも一心はね、さすがに強なってんなと思いましたよ。はい、やっぱり素直にね、稽古してるんでやっぱりね、強いと思います。はい、あとね、嬉しかったのがね、少年部、よその少年部のね、うちのスパーリング会にも来てくれたかな、ですけども、女の子とかね、またこんにちは、オスありがとうございましたってまた挨拶来てくれて、皆さんね、ありがとうございます。あとお母さんとかにもね、結構なんちゅうの、この前玄関で会ったんですけど、空手のね、その大会のとこで、僕はバイク見に行って帰ってきたら、あ、どうもって僕に挨拶してくれてね、結構ね、高評価というか、私のことね、外空がええんでね、私ね、はい、外空がええので、結構外空がいいんですよって、そうでしょうねってみんな喜んでくれましたけど、ありがとうございますね。みんなね、戦ってくれた子のね、相手の子はみんな僕も可愛いしね、本当にね、みんな一緒なんでね、その中で切磋琢磨してどんどんね、強なっていって仲間なのでね、はい、もう勝った負けたやりながらね、大きなっていって成長して、青少年の育成やからね、はい、勝っていってもう負ける時もあるしね、もうそれをやりながらやっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、どこどこの子やからどこの子の関係なしにね、戦ってくれた子はもう仲間ですからね、私にしたら。はい、皆さんいつもありがとうございます。だからうちも負けてる子が多いんですよ、だからね。ルイとアルマにしたらちょっと勝ってる方が多かったりするんでね、あれですけども、うちも下の子っていうか他の子負けっぱなしだからね、もう 出てもずっと負けてる子もおるからね、はい、それでも腐らんと頑張ってるんでね、皆さんね、またご指導の方よろしくお願いします。はい、またなんちゅうの、スパーリング会またやりますんでね、おっさんも子供もね、ちょっと今バタバタしてるんで、はい、思いつかないんで、また思いついたらやりたいと思います。エアコンがねどっかあればねと思ったんですけど、この前の高槻の道場へ、高槻やったかな、高槻やな、高槻の道場か、豊中の方は何やったっけ、武神の方やったっけ、はい、あっちのあの男はエアコン効いててよかったなと思って借りれたらなと思ってましたけど、まあ JKJO さんもやってるんでね。 あとはそれとね、私また武神の方に、加盟させていただきました。ほんで今加盟してるのが JFKO と、JKJO と、ほんで、武神っていうね、とあと日本武道振興会っていうところにも、今回チャンピオンカップのね、選抜もやらせていただいてるということで、加盟させていただきました。まあ、4つも加盟してるんでね、もうそろそろ加盟静かかなと思いましたけども、はい、誰が加盟静かやねんとか言わなかったけども、誰がわかんねんな、こんなんね。はい、そういうことです。今日これね、T シャツ着てんの、これあれですよ、魚の方のね、YouTube 見てくれてますよ、言うて、見てますよ、言うて、よう言われるんですよ、最近。試合会場行ってもね、こういう喋ってるだけの YouTube なんですけど、どっち見てるんですかって、俺ね、いつも言うんですけど、いや、空手の方です、って、言うて、俺、空手の方はもうどうでもいいんですけど、言うて、魚帝国って言って、アロワナとかね、魚の飼育の方で、頑張ってるんですよ、言うて、そっちを見てくれてる人もおるんですよ、またね。そっち見てくれてる人言われた時、嬉しかったですよね。でもう一人の先生ね、一見会、はい、京都のね、あそこの指導員の女の人と、先生は、中島先生は、
はい、空手の方を見んとサウナ帝国ばっかり見てくれてるそうです。それは逆にどうかなと思うけどね。他の人はいいんですけど、先生は空手の方を見てほしいなと思うんやけど、それをあえてサウナ帝国しか見てないですよって言われる時もあります。はい、はあってな感じですけどね。はい、最近はね、まあ今度ね、今後こう加盟ね、させていただきますけども、皆さんと一緒にね、青少年育成ね、フルコンタクト会をね盛り上げていくためにね、皆さんと一緒にやっていきたいなと思っております。はい、だから松井派の話ばっかりするけど、松井派を脱退してからね、こんな以上広い世界があるんだなといつも痛感しております。はい、また松井派の話聞く。松井派におった時のその上下関係っていうのはもう素晴らしいんですよ。極真会館とかっていうところはね、支部長と僕分支部長やったんですよ、ずっと十何年間ね、支部長には慣れてないんですよ実は。はい、すごく支部長っていうのはすごく地位の高い人なんですよ。ほんで我々みたいに分支部っていうのはまあそこそこね、やってれば何とかこう道場を持ってやっていれば認められるということで、はい、やらせていただいたんですけどね。もう支部長になろう思ったらもうなかなかのもんじゃないとなれないんですよ実は。だから僕もずっとね支部長になりたいなとは思ってたんですけど、なかなかならせていただけなくてですね、はい、結局なれなかったということですけど、はい、でもねやっぱりこの今回とその辺の差が、まあ、もう極真はすごいんですけどもね、だからといって今の流派が僕すごくないんじゃないですよ。僕が今回思ったのは一緒にまあ簡単に言えば、ね、お弁当食べますやんかスタッフで、僕らは分支部長は支部長らと一緒にお弁当を食うことなんか一切なかったんですよ。はい、ほんで支部長がスタッフと飯食うなんか言ったらほとんどないんですよね。広島のね支部長はとかね三宅市案とか岡山のね徳島の方の岡山の徳島の方の市案は皆さんで食べる感じだったんですけど、なかなかそういうのも珍しいんですよ。そういう人もね、他はほとんどがね上と下上下パンと、私も全然もう上と下上下パンとされてましたんで、なんぼ選手出しても30人40人出してる試合でもお弁当もらってもスタッフとスタッフというかね、僕らスタッフと一緒なんでスタッフと一緒に食べてました。あと椅子もテーブルも用意してもらえない時もありました。はい、本当ですよ。地べたでね、試合会場の隅でこう弁当食って、ほんで支部長たちは支部長部屋でこう食べるというね、そこら辺の差がすごくあります。だから今回はまあいろんなねスタッフもそうやし、支部長も市販代表者の人もみんなでこう一緒にご飯食べるという、すごくこれだけでもね僕すごく嬉しいなと思います。はい、だから上下関係ね、まあ多少もちろんありますよね。今の武道の中でももちろんね、僕なんか新参者やからそうなんですけど、なんちゅうかな、そういうあれがないんですよね。上下関係をちゃんとこう目に見えてるようには作ってないというかね、皆さんでこう和気あいあいとしてるとこは私は好きやなと思ってます。はい、だからすごい差があるねと思いましたね、そういうのね。だからみんなでこう審判やってね、いろんな流派の人が一緒に混ざって審判してるでしょ。だからそれももちろん仲良くなるわなと思いました。はい、だからまずは脱退してね、そういうことが嬉しかったということとね、話それましたけどね、試合ね、昨日は、15日は琵琶湖、昇進塾のね、主催の、あれは、ジャックね、ジャックですね、白蓮会館のね、ジャックの、予選ということで、選抜ということで、で、5月20、うちのね、ホームページ、また、中崎道場のホームページ見ていただいたら、ある程度、皆さんと共有できてるんかなと思います。試合のとこね、試合日程っていうとこ教えていただいたら、まず一発目のトップページにね、5つぐらい出てますんで、そこはもう録画、近々の試合が5つぐらい出てて、その下に黒い枠があって、そこをクリックしたらほとんど出てきますので、まず皆さんね、また参考にしていただいたらなと思います。はい。ですね、JFKO の全日本大会が、一般ね、5月の21日、22日ですかね、私も2日間行ってますので、ね、そこはスタッフとして行ってますので皆さんまたねよろしくお願いします。2日間ですね、両日と。そして5月29日が今日 JKJO のね全日本最強決定戦ね、これ延期になった試合やったと思います。はい、で場所も会場変更されておりますね。
島津アリーナやったんですね最初ね、あの京都のあこは多分接種会場になったと思うんですよね、それで次は変わって、今度は京都市都メッセね、あかっこして都メッセっていうところになっております。はい、5月29日ね、私も行っております。はい、うちの子も何名か出ます。そして5月29日同じ日にね、高橋道場やったと思うんですけどね、不死鳥杯ね、はい、不死鳥杯北信越空手道交流大会、間違えてたら申し訳ないです、多分同じあのその大会だと思うんですけども、多分そこの高橋道場極真会館高橋道場だったと思います。ちょっと見ますね、ああ高橋道場だと思います、今調べました。はい、そうですね、そこの大会にうちの子も一人出ますということですね。はい、そして次、6月5日、はい、リアルチャンピオン近畿大会ね、これが、どこでしたっけ、堺市ね、これはあの剣術会、剣術会ね、和田先生と同級生やったね、高校で一緒やったというね、2人ともびっくりしますけどね、そういうのは今なり仲いいっていうのはちょっとね気持ち悪いなと思いますけども、2人同じ高校通ってたそうです。はい、でそっからずっと友達で、今もおっさんになっても友達だということで、すごく気持ち悪い2人です。はい、その県立会のね代表の篠原先生が開催する近畿大会、私もスタッフで行っております。はい、よろしくお願いします皆さんね。その日にまた6月5日に新成塾空手道選手権大会、これは多分三重県やったと思うんですけどね、三重県、はい、ちょっとね言いながらこううちのホームページにね名前だけ書いて場所を書いてない時もあるんですよ、申し訳ない、今後はねちゃんと書くようにしますんで、場所がねこれはどこですかね、三重県第9回でおってんのかな、これは武神ランキングなんですね、武神ランキング、はい、ちょっと一発で出てこないですね、申し込み用紙ダウンロード、山盛り体育館アリーナーって書いてます、どこなんでしょうね、山盛り体育館アリーナー、多分これ三重県やったと思うんですけどね、ちょっと調べますね。はい、皆さんもまたうちのね道場の開きながら一緒に見ていただいた、桑名市スポーツ施設ですね、これは三重県ですよね、三重県、はい、ということです。行きたいなと思ってるんですけど、この日はねちょっと違うんでね、僕が、どこ行ってんだったっけ、ああそうかそうか、篠原先生のとこ行ってるんで双子やったらなと思う時があります、どっちも行って、ほんで6月19日が、オープントーナメント極真侍杯、これ確か徳島やったと思うんですよね、徳島、私も審判で行っております。はい、それとね同じ日に東映館主催のジャパン空手グランプリがあるということで案内いただきましたんで、またねうちも出てない大会もあるんで、載せてない大会もあるんで、今後ね載していきたいなと思ってますので、よかったらうちに送ってください。僕のところのホームページよかったら載せれるだけ載せて、やりたいなと、うちが出なくてもね紹介したいなと思ってますので、ジャパン空手グランプリということで、東映館主催ね、これはもうこれも確か名古屋やったかな、ちょっと申し訳ないですね、調べながらねやってますんで、カリアですね、カリアっていうとこですね、はい、カリアっていうとこで、行うということです。ジャパンですね、これはチャンピオンカップの、あ、チャンピオンカップか、失礼しました、チャンピオンカップのやつだから同じうちらと一緒ですね、愛知県刈谷市でいうとこで行います。はい、ちょっと私ここは行かないんですけどね、はい、ですね、あと次、6月忙しいでしょうね、忙しいですね、6月19日不動新杯ジュニア新人空手選手権大会、これは兵庫県、これもなんか高橋道場っていう名前だと思うんですけどね、これは極真高橋道場じゃなくて、僕の記憶が確かならばですよ、不動心を見ながらね、あ、これもチャンピオンカップなんで、あ、高橋道場ですね、日本武道振興会高橋道場ということで、はい、ここで西宮の方でやるんでしたかね、ですよね、西宮、はい、そういうことです。
本当にね、忙しくなりました。で同じ日にね3つあるんですよこれ。6月19日に青道会館主催のマリンカップ近畿大会、これもね、これはどこやったっけ頭に欠けてないんで申し訳ないです、まだね、三宮じゃないな、どこでしたっけ、三宮であるんですかね、近畿空手道選手権マリ、え、ちゃう、マリンカップ兵庫県マリンカップ、これやな、場所指すと、あ、デザインクリエイティブセンター神戸、兵庫県、神戸市中央区小野浜町っていうところであ あるそうです。はい、ここは確か僕が行ってると思います。はい行ってると思います。重なるんでね、ちょっとどこに、ほんでまた同じ日にね、空手北陸カップ2022年北陸親父王決定戦というのがちょっと僕行けないんですけども、3つあるんでね、1つしか僕行けないんですよ実は。はい、それとね、6月25日がグランドチャンピオン決定戦、これが極真会館の関西総本部っていうところの主催なんですよね。このグランドチャンピオン決定戦いうのが、もともとそのなんかフルコンさんも言ってましたよね、僕知らなかったんですけど、あの選抜戦がある試合がこれだけあったらそうですね、最初だからなんかすごく人気があったというか、あのほんまに強い子が集まったっていう話をこの前フルコンさんと福地チャンネルがね、はい、6月25日、え、ちょっと僕の間違いかな、6月25日が土曜日なんですね。ほんで全身カップ土曜日は僕行けないかもしれないですね。行けんのかな、どうにか頑張ります。全身カップ全関西空手道選手権大会、これ全身カップってもうそのままですね、全身会館ね、殿岡先生と、もう一人ね、殿岡先生と今すぐ名前出てきて、の先生です。はい、すぐ名前出てこないです、すみません、申し訳ないです、頭顔はすげえ出てんねん。はい、はい、7月3日ね、7月3日、武神空手オールジャパンカップ2022年、これあれ2個とも書いてるけど、アホやなこれ、どっちも書いてんだけど、俺なんでやろ、これ実は私出ます。はい、試合ねもうやめたんやけど、ちょっとね見てたら出たくなっちゃったんで、これを最後に引退したいと思います。はい、僕も出ちゃいますので、はい、申し込みました。そして JKC にも加盟しました。はい、ですね、これが7月3日ですね。ほんで7月16日 JKJO 関西地区代表選抜大会が行われます。7月16日ね、これもこの辺から場所が書いてると思います。はい、開いたら出てきます。マルゼンインテックスアリーナということで、はい、行きます。そして、16日が、日曜日なんですかね。ほんで17日が新空手チャレンジカップ、これも日本武道振興会でしたっけ、だったと思うんですけどね、ちょっと待って、大阪市中央体育館、これ連休になってんのかな、この日連休になってんの、俺間違えたとごめんなさいね、日本武道振興会ですね、これ7月17日ですね、日曜日で、今のが土曜日なのかな、関西地区が土曜日なのかな、これ日曜日って書いてますけど、え、関西地区大会7月16日って日曜日が何で日曜日やねん、ちょっと間違えてたらすいません。ほんでリアルチャンピオンの7月18日に、これが連休なんですね、月曜日が確か、これが、あ、月曜祝日ですね、僕の唯一の休みやのに月曜日、はい、これあのリアルチャンピオンの、大阪府ジュニア、これは若月先生だったと思います。はい、声援地区ね、これが大きにアリーナ舞島っていうところで、舞島アリーナのことやろうね、名前変わったよね、大きにアリーナ大きにアリーナってとね、亀井静香です。はい、7月23日空手ドリームフェスティバル、あー、これ7月23、24、うちからも何名か出場します、よろしくお願いします。新極真ですよね、はい、うわー、これ東京体育館ですよ、東京体育館、東京体育館に帰りましょうって感じだね。
はい、いいですね、東京体育館。私も行きます。はい、行けるのかな。7月24日、100万極杯空手道選手権大会。これは、浜井派、極真会館浜井派、で行う石川総合スポーツセンターです。石川県でございます。はい、石川にゃんみたいな人がおるやつです。はい、よう分からんけど。はい、石川県行ったことあんねん。忍者村みたいなところに、確か行ったことありますよ。はい、ヒコニャンがおったな。ちゃおう、名前間違えた。8月7日、関西フルコンタクトチャレンジ2022年が行われます。8月7日ってことかな。これは、一般社団法人全日本 JKGO 関西地区マルゼインテックスアリーナで行われます。はい、その後、8月21日、もう皆さんね、これ言うてるけど締め切りがもう過ぎてることが多いんでね、皆さん早めにね、申し込んであげてください。8月21日、これもう一個忙しいな。第9回オープントーナメント近畿大会オープントーナメント兵庫県カップ、これは米山道場だったと思います。これがね、全日本チャンピオンシップの選抜で、兵庫県立武道館、姫路です。この姫路の体育館のちょっと降りたとこに、山あれでしょ、降りたとこに武道屋っていう喫茶店があって、そこの喫茶店が美味しいですよ皆さん。はい、昔僕らも、ま、あの浜井、浜井八王子松屋の時にずっと行ってました。はい、そこの武道屋っていうところの喫茶店のスパゲッティとか美味しいですよ。何の話なんて、チョコレートパフェはこんなんですよ。優勝したら皆さん食べてくださいね。優勝してへんでも食べてたやつおったけど、うちのやつ。はい、それとその日にね、ウィング10大阪、東部空手道、これは宮崎道場主催、私ちょっとこっちの方にね、毎年行っておりますので、そこにうちの道場生も出ますので行ってますということです。はい、あとは9月4日超過激、超過激でいいんですね、過激杯、すげえ名前やな、空手道選手権では去年も出してもらったと思いますけどね、はい、有機会館ね、私も仲良くさせていただいてます。館長ありがとうございます、いつもね。はい、そこの大会うちも何名か出ますってことです。はい、門真市、おいいとこでありますね、ラプタブノーブじゃないですか皆さん、私ここ大好きです。はい、あとね、9月23日ここが問題ですよ皆さん、極真空手中崎道場関西本部主催、あ俺とこや、そこの今回からね、去年はね、全極真さんのチャンピオンシップの、選抜じゃなくて推薦大会だったんですよ。推薦大会ね、推薦大会ということでやらせていただきました。はい、今年はねちょっと変わって、今年から変わってチャンピオンカップの選抜大会をさせていただくようになりました。はい、ということでお世話になります、日本武道振興会にね加盟したということで、ということです。はい、ここまでね、今うちの大会というか、うちが出る大会と、まあ、関わってる大会っていうのは、今日からね、9月23日までの発表してるんです。もうどんどん増えてるんでね、ここに入れていかなあかんので、またね、宣伝ね、もう兼ねてうちに送っていただいたら、はい、宣伝してねって一言つけて加えとったら宣伝しますんでよろしくお願いします皆さんね。ということで、長々なりましたけど、チャンネルはね、こっちじゃなくて魚帝国の方を見ていただいたら私嬉しいなと思ってます。はい、水槽とかね、そういうのやってますから、アロワナシークとかね、ピラルク、今ピラルクって知ってます、こんなでっかい2メーターぐらいのやつ、あれうち道場に似てるんですよ、こんなんです、こんなん2メーター50ぐらいになるやつ、はい、スマの水族館とかにおるやつあれでしょ、あれがうちの道場にいますからね、こんな感じでまたよかったら見てください。チャンネル登録はね、魚帝国の方によろしくお願いします。はい、こっちの方はコメントできなくなってます。というのはアンチが怖いんで、はい。魚帝国の方はコメントできるようになってます。はい、よろしくお願いします。ということです。こういうことで皆さんね、今後ともよろしくお願いします。またね、こと細かくね、初級が出れますよとかね、上級はこんな感じですよとか言って。もうちょっとね、勉強してから言えるようになったかなと思ってます。まだ今後ともよろしくお願いします。ね、他のご父兄のお母さんたちもお父さんたちも皆さんいつもお世話になっております。各先生方、お世話になっております。亀井静香でした。どうす。